はい、鶏肉ですね。はい。はい、卵サイクルです。今夜はね、ふわふわ卵のね、親子丼でございます。ね、これも簡単にね、市販のつゆを使ってね、できちゃいますのでね、皆さんも作ってみてください。それでは、ご覧ください。前回のカツ丼ですね、はい、それとよく似た作り方なんですけどね、はい、豚肉がね、鶏肉に変わりましたね、親子丼ぶりです。はい、ちょいと水で薄めます。はい、ね、鶏ガラスープ。はい、これをね、温めましょう、ね。はい、鶏肉を入れます。結構ね、もう柔らかくなってきたので、卵を入れますね。卵をね、あまりしつこく混ぜないように、軽く。これ2回に分けてかけます。ちょっと蒸らしますね。よいしょ。いいよ。ねえ、今日はトロトロにしました。はい。はい、できました。今日はね、ふわとろなんですよ、これ、とろとろ。うん。こんな感じでございます。はい。うまそうやね。
そうそう。ちょっとね、私は山椒をかけます。はい。もちろん、七味でも、一味でもいいですしね。好みでね。はい。はい。いただきます。ねえ。うまっ。鶏も大好きでしね、これ。また豚とはね、味が違いますね、やっぱり、ね。はい。よくできました。ありがとうございます。